スコット・マシソン、スコット・ウィリアム・マシソン、スコット・ウィリアム・マティーセン、1984年2月27日体は、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州バンクルバー出身の、プロ野球選手、投手。右投げ右打ち。WBC カナダ代表。現在は読売ジャイアンツに所属する。日本プロ野球における、外国人投手の最多ホールド記録保持者。幼少期より、 シアトルマリナーズのファンであった。高校時代は、カナダの学生野球、リーグブリティッシュコロンビアプレミアベースボールリーグでプレーの、MLB ドラフトで、フィラデルフィアフィリーズから17巡目指名、全体509位を受け入団した。ガルフコーストリーグを皮切りにマイナーリーグで経験を積む。には、オールスターフューチャーズゲームに、世界選抜の一員として出場。 開幕前の2月13日に第1回ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。1次リーグ第2戦のアメリカ合衆国戦でリリーフとして1イニングを投げ無失点に抑えた。シーズンでは6月17日のタンパベイデビルレイズ戦でメジャーデビューを果たした。8月1日のセントルイスカージナルス戦では5回3、アンダ3失点でメジャー初勝利を挙げる。 しかし9月2日のアトランタブレーブス戦で右ひじの痛みを訴え降板。同月29日にトミー・ジョン手術を受けた。8月に AA 級レディングで実戦復帰したが、右ひじの違和感を訴え、再び戦線離脱。に 2, 2度目のトミー・ジョン手術を受けた。6月下旬に実戦復帰し、ガルフコーストリーグで22試合に登板した。は トリプル A 級リーハイバレーで開幕を迎え、6月18日のミネソタツインズ戦で4年ぶりにメジャー復帰。しかし、シーズンの大半はマイナーで過ごし、54試合の登板で3勝6敗26セーブ、防御率2.94、ホイップ1.13だった。モリリーハイバレーで開幕を迎え、5月8日のアトランタブレーブス戦でメジャー昇格。 同月22日にマイナー落ちし、翌6月30日に再昇格するも7月5日に再降格。その後は昇格することなくシーズン終了。この年は復帰後初めて先発でも起用され、リーハイバレーでは12先発を含む30試合の、登板で2勝2敗5セーブ、防御率3.28、ホイップ1.47の成績を残す。11月29日に契約を解除した。 2011年12月2日に読売ジャイアンツと1年契約を結ぶは守護神候補として期待されたが春季キャンプでカジマ隆一の頭部に支給を当てるなど請求難を露呈した開幕前後に2軍で調整中に豊田誠治軍投資コーチから投げ急ぐ癖とフォークボールの握りを修正されたことで復調すると4月15日に 中継ぎの人材補充のため一軍昇格した。昇格後はリリーフで11試合連続無失点を記録。5月3日には来日初勝利を挙げ、今日は球団の方が妻にボックス席を用意してくれたので感謝している。この一生は妻に捧げたいと語った。同月9日には初セーブも挙げるなどセットアッパーとして高騰を続け、6月29日の 中日ドラゴンズ戦から西村健太郎に代わって抑えを任された。この年にスコット・テツ・郎を結成し、日韓スポーツに代々的に取り上げられる。7月5日にはプロ野球史上4人目となる急速時速1 6 0トルを記録。オールスターまで20セーブを挙げたが、7月27日に右肘の違和感で登録を抹消し、 専門医の治療を受けるため一時帰国。10月5日の横浜戦で戦線復帰した。この年は40試合に登板し、2勝10セーブ8、ホールド、防御率1.71と故障離脱がありながらも安定した成績を残した。マシソンが離脱している間にチームは3年ぶりにリーグ優勝し、CS では5イニングを投げ失点0被安打1と活躍 CS 突破に貢献。 日本シリーズ第2戦では9回表に2アウト1塁3塁というピンチの場面で当番1球で二岡智弘を打ち取り日本シリーズでは初となる1球で西武投手を達成日本一のかかった第6戦でも1点差の8回表に当番して無失点に抑えチームの日本一に貢献した1月17日に 第3回 WBC 本戦のカナダ代表が発表され代表入りした。大会では2試合に登板した。シーズン開幕後は一時抑えを任された2012年シーズンとは異なり、1年を通してセットアッパーとして起用された。自身に加え、同じくセットアッパーの山口哲也、抑えの西村健太郎で盤石の必勝パターンを築き、リーグ優勝に大きく貢献。 シーズン途中で離脱することなく活躍し、前年より公式球が飛ぶようになったものの防御率、ホイップいずれも向上した。また当番試合数は63試合で、ホールド数なども前年を大きく上回る成績を残、42ホールドポイント、2勝40ホールドを記録。 自身初のタイトルとなる最優秀中継ぎ投手を山口哲也と共に獲得した同賞を外国人投手が受賞するのはセリーグ初。シーズン終了後は新たに2年の複数年契約を結んだ。は、開幕第2戦の阪神タイガース戦で黒星を喫する。その後も出展するなど序盤は不安定な投球が目立った。その後、 抑えの西村の不審で抑えを任されると、本来の姿を取り戻したが完全に安定したと言えず、最終的に64試合に登板して、防御率は3点台と、過去2年と比べると不安定だったが抑えとして30、セーブを上げ、リーグ優勝に貢献した。その一方で、阪神戦は前日の開幕第2戦の黒星と、福留光介にさよなら本塁だ。 マウロ・ゴメスに延長勝ち越し本塁打を浴びると、打ち込まれるなど相性が悪かった。はこの年からリリーフに転向する沢村拓一とキャンプからオープン戦にかけて守護神争いをしていたが、不調に陥った。一方沢村は好調で守護神は沢村に決定し、自身は二軍落ちし、開幕に軍スタートとなった。3月31日に一軍登録されると、セットアッパーに回った。 この年は安定感を取り戻したが、勝負所では打たれるケースも目立ち63試合の登板で防御率2.62位ながらも8敗を期した。それでも28ホールドをマークするなど、セットアッパーとしての役割は果たした。は、先発要員として調整し、オープン戦でも先発登板したが、開幕後はセットアッパーに戻された。80イニングを投げて、 脱産進数を前年度より大幅に改善しながら、支給も少なく、リーグ最多当番となる70試合当番を果たし8勝41ホールドの成績を残し、3年ぶりに最優秀な担ぎ投手のタイトルを獲得した。同タイトルを外国人投手が複数回受賞したのはセパ両リーグ、通じて子孫が初となった。は 開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出され、2大会連続3度目の選出を果たした。6月2日、東京ドームのオリックス戦、この日まで巨人は7連敗中でありチームは、守護神であるカミネロ抹消、長打に期待が持てる二類手のクルーズを一軍、昇格させるという手こ入れを実施。3点リードの9回表に登板するもステフェン。 ロメロの6号ソロと、足立良一と、小屋の英一にタイムリーヒットを、美で、セーブ失敗。チームは、延長11回に敗れて8連敗を喫した。カミネロの最小覚悟は、セットアッパーに回り、チームが B クラスに低迷する中同点の場面でも登板し、2イニングを投げて、無失点に抑えるなどリリーフの屋台骨となった。この年には、契約切れになるため、 シーズン終了後の対談説が浮上し、メジャーからは複数のオファーも来ていたが、巨人と年俸320万ドルで2年間の再契約をした。2018年からは投手キャプテンに就任。オーバースローから投げる平均球速約時速 152km、最速 101mph、約時速 163km。日本での最速は、 時速160キロメートルのストレートを中心に、スライダー、スプリッターを混ぜる投球スタイル、稀にカーブ、チェンジアップなどを投げる。故障から復帰した2009年からはマイナーでの通算、脱産審率10.05と高い数値を残している。一方で、同通算良し休率4.32と請求に課題を抱えていた。同僚だったジョン・ボーカーと共に休日返上で、 練習に励むなど、チームメイトやコーチからは、非常に真面目、何かを吸収しようとする貪欲さは、日本人以上と評されている。また、肩は消耗品と投げ込みを嫌う外国人投手も多い中で、日本人はやっているし、ピッチングが良くなるならと100球以上の投げ込みにも、挑戦した。憧れの選手は、イチロー、ケン・グリフィー・ジュニア。グリフィーとは、 ルーキーイヤーの2006年に対戦しており、マッソンガに打席連続で三振を奪った。この前日、両者は球場で偶然レクワしており、グリフィーからは試合後にメッセージ入りのサインボールが届けられたという。ハンティングが趣味で獲物のナナメントリやワニの肉を好んで食べる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。